ビギナーランニングマガジンへようこそ乾燥給仁牧野です今回は梅雨に入りましたのでシューズの簡単なお手入れ法ね、こちらを紹介したいと思いますランニングシューズで一番難しいのはやはり湿気に弱いということとあと熱に弱いというところがありますのでやはり管理する上では特に梅雨時期というのは湿度これが高くなってきますから 何もしてなくても水分を吸ってしまうと、ね、えー、いうことがありますから、保管してるだけでも、加水分解つって、こういったね、えー、ゴム製の部分が劣化するということがありますから、走ったらすぐにですね、お手入れしていただきたいということがあります。で、簡単な方法としてはですね、もう、例えばランニングソックス、これ、穴が開いてしまったりするのを、ウエス、要は、ね、付近として使っていただくとですね、 え、走り終わった時に、こう、ホ汚れを取ってあげます。そこで、その次には、インソールですね。で、脱いでいただくとわかるんですけど、指先って結構湿気がありますから、跡がつくぐらいになってますよね。そういうのもありますんで、これはこれで、ベッド取り出して干しといてあげるということです。最近はですね、こういったスプレーもありますから、中をね、 ちゃんと紐ほどいてあげて、って感じで、除菌していただくということも方法としてあるのかなと思います。で、雨とかひどい場合はやはり水分をするためにこう新聞紙をこう丸めて中に入れておくということが大切になってきますね。したがって終わったら疲れたということではなくて、やはり手術自体もですね、汚れを落として、 インソールを外してまあたまにですねインスールくっついちゃってるのもありますけれどもそうした場合はこういった新聞紙みたいなのを活用してもらうといいと思いますそして、えー、乾燥させ方なんですけれども先ほど熱に弱いと言いましたけれども日、まあ、なたね、えー、に干してしまうとやはりゴム製のものなので、えー、曲がってしまう変形するっていうことが 恐れとしてありますしあとは劣化が激しくなってしまいますんで終わったらなるべく干干しし、えー、室内ととといいいいううのを心がけてもらうといいと思いますねそしてできれば保管は風通しのいい、えー、棚なんか楽作っていただいてこのように管理していただくとそうするとまあ、ねえー、湿度っていうのは下にたまりますからちょっと上のところに干しといてあげればまあ これでね湿度っていうのは、えー、逃げられるのかなぐらいな感じですから下駄箱の中とかにしまってしまうとですね、えー、やっぱり密閉されてしまいますんでいくらね、えー、除湿剤を入れたとしてもなかなかこう乾きにくいもし気になる方は下駄箱なんか開けっぱなしみたいなことで、えー、なるべく風通しいい状態で保管してもらえばなと思います。 で、えー、で手入れなんですけども、まあ、手入れしてから、やっぱり1日は最低でも置いておきたいので、このようにシューズを何足か使い回してもらうと。ですから毎日走る人にとっては、当然3から4足は、えー、使い回ししていただいて、手入れをしっかりとしていただくと、より長持ちしていくと思いますので、ぜひ今日から実践してもらえばなと思います。 今回はシューズの簡単な手入れ方法を紹介させていただきました。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。感想教員マキムでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。